はい、どうも、アペゲンです。こんばんは。この2ヶ月ぐらい、かなりコンボ練習とかしてたら、それなりにテコ入れされたんで、テコ入れについて話していきたいと思いますと。なんか、対戦に関係あるかって言われたら、まあ、多分あるんじゃないぐらいの感じなんですけど、まあ、1000回に1回出番あるなら練習していきたいですねってことで。さてさて、まあ、というのもあと3日ぐらいしたらイギリスの大会に出るために、あの都営っていうのかな、まあ行くんで、まあそれに合わせてあれこれって感じですね。はい、じゃあ行ってみましょう。で、まあトロンの昔からやってるコンボって、基本これやった、こんな感じだったんですけど、この時点で44万6000なんで、まあ、こっから2ゲージ吐きて90万いくっけなぐらいなんですけど、こうすると、これもう一回入ります。この時点でもうダメージ超えてるんで、やり得って感じですね。で、これがね、全然安定しなくて、あと3日練習しなきゃねって感じです。こうすると、まあこんな感じで、まあ今ちょっとドリルサボっちゃいましたけど、これで90万なんで、まあおすすめって感じですね。なんかね、あのこの式弾っていうこの技、見た目特にダメージなさそうなんだけど、保証が2万1000あって、2万1000高いんですよね、結構ね。で、まあ今の応用する形でこんな風に自由のゲームって感じですね。めっちゃ減ってる。はい、で次で、ソウのコンボがガードになっとるかな。はい、このトルネードループ、まあ、こんな感じで、まあ、拾うんですけど、まあ、いくらかこれとかくね、安定しなくてもうほんと困ってたんですけど、それなりに安定するパーツが見つかったんで、まあ、その間ツイッターの投稿者やたらリツイートされてて、まあ、それもいいかなって感じですね。できたかな。こんな感じですね。あの本当はマイティスマッシュも一発入るんですけど、というわけで、まあ練習しましょうということで。で、次に実際対戦であったんですけど、これ当たったけどどうするってなって、で、この S が本当にうまくいかなくて困ってたんですけど、いろいろやった結果、キランって言ったこと出して、このダッシュ H ってやると比較的安定するんで、頑張って練習しましょうって感じですね。
な感じで。ポイントはこのダッシュ H で拾うことですね。せっかくだから逃げ陣しとくかな。あとはトロンが死んでて、まあ、こういう状況であるんですけど、あ、死んでない、トロンが死んでる時はなんですけど、あなたどうしようと。はい、100万ですって感じで。これもちゃんと整理してなくてアドリブでやってたんですけど、あの整理したら安定して7交代でいけるなってことが分かりました。で最後に でこの並びでこれどうしようかと思ってたんですけど、下手か、はい、これね、投げつけた瞬間にやらないといけないのでちょっと難しいんですけど、アシスト間違えとるかな。一生間違えてますね。はい、失礼しました。まあ、これでループしてって感じですね。これまだ整理がついてないんで、まあ来月のテーマかなという感じですね。はい。まあ、えらいミスりましたけど、まあ、一発撮りということで許したってくださいと。はい。というわけで、来週水曜日15日から、イギリスはロンドンの、2000XX3、レボリューション 2000XX3 っていう大会ですね。なんて呼んでるんだろう。20クロスクロスとか、なんかそんな名前の可能性あるんですけど。はい。というわけで、はい。お疲れ様でした。また気が向いたら、何か投稿します。またね。